はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修司です。はい、今回はですね、来年から始まる新NISA、1800万円の枠があるわけですね。はい。はい。で、まあ、我々としては急ぐ必要はないよと言っておりますが、まあ、老後にかかる費用も莫大だということで、なるべく早くにこの1800万円という資産を構築したいと思う方、たくさんいらっしゃると思うんです。はい。なのでこれをいかに早く構築していくか、3つの習慣について今回は話していきたいと思います。はい。まあ、過去にもね、我々この1000万の壁とか、はい、まあ、100万の壁とか、うん、まあ、そういうようなところでお話をしているんですね。はい。まあ、それよく見ていただいてるみたいで、うん、まあ、そこにはなんか私のうんちくが入っていて、まあ、そこの部分がね、何回も視聴されているっていうような、まあ、データもあるんですけど、そうですね。まあ、これだいぶ作ってから時間経ってますので、うんうん、まあ、またアップデートしてお話をしていこうかなというふうに思います。はい。で、先ほど翔くんも言っていただきましたけど、1800万っていうのがね、まあ、来年ね、新NISAで、障害投資枠として、生まれます。皆さんにとってもね、まあ、非常に大きな金額ですけども、まあ、この金額ね、なんか、私埋まらないよっていう人もいるんですよ。いますね。うん。はい。これね、過去にもちょっと僕、他の動画でも挙げていて、うん、万金期世代の、うん、世帯の貯蓄額っていうのがね、はいはい、まあ、統計データとしてあるんですけど、うん、まあ、そこに、まあ、だいたい1000万を満たない。800万くらいですね。そうですね。はい。で、これ、夫婦2人世帯ですから、ね、はい。1人頭400万を超えるか超えないかぐらいなんですよ。はい。でも、うん、この金額ででも、1800万を優に越していける。うんうんうん。夢があるでしょ？そうですね。ね。はい。なので、その1800万っていうのは、まあ別に目標にする必要はないです。うん、金額を目標にして、大体まあ人間ね、諦めちゃうから。うん、それよりも、目の前のこととか、自分自身でかかる子供の教育資金とか、まあそういうようなことをしっかりと考えて、ファイナンシャルプランから考えていただいたらよろしいとは思うんですけど、でもまあ100万を超えられないとか、500万を超えられないとか、1000万を超えられないっていう方いらっしゃるし、うん、で、実際にそれを超えていくことで、まあ1800万なんて普通に超えられるので、そこの違いについてですね、それは習慣によるんだよと。だから皆さんの努力とか、皆さんのその意気込みとか、うん、皆さんのその収入とか、うん、皆さんの年齢とか関係ないんですよ。そこには習慣がある。で、その考え方について今日は深掘っていこうというふうに思います。では本編スタートです。じゃあまず3つの習慣すべて発表していきたいと思うんですけども、はい、1つ目、給与天引きによる貯蓄をする。2つ目、長期的な視点で比較する。3つ目、投資の回収を考える。この3つでございます。はい。これね、それぞれね、だいたい100万、500万、1000万ぐらいの壁に、まあ、だいたい対応しているようなもので、うんうん、はい、それぞれね、中身を深掘って話をしていこうかなというふうに思います。はい。まず1番目、給与天引きによる貯蓄をするね。これ貯蓄だから投資じゃないんですよ。そうですね。うん。はい。で、この、まあ、1番目の習慣ができていれば、もう100万円なんて、まあ、あっちゅう間に超えていきます。うんうんうん、うん、なので100万円貯まってない、100万円が貯まらないのよっていうような方は、うん、まあおそらくこれができてません。ああ、やってないってことね。そうです。これは何かできるできないじゃないんですよ。するかしないかです。なるほど。はい。誰でも 100% できます。これは収入の代償は関係ないです。うん。はい。今ね、すごくもう格差社会というふうに言われたりもするんで、はい、それであってもできます。うん。はい。なのでこれはね、習慣として、もう言ったら自分自身のルーティーンとしてね、設定をしてしまう。うん、うん。これが一番いいんじゃないかなと。月1万円天引きすれば100ヶ月でいきますからね。そうです。それぐらいは稼げてるでしょう。うん。で、それができるようにするためにどうしたらいいんだろうって考えたらいいです。ああ、なるほどね。はい。もう外的要因にみんな文句言っていて、そっからできてないっていう人もいると思うんで、うん、だけど、そういう状況であることから逃げ出せばいい。逃げていいんだよ。で、また戦え。で、その中で、今はね、労働力が足りないっていうふうに言われてるんだから、言われてますね、もういっぱい稼ぐところいっぱいあります。はい。はい、選ばなければね。うん。うん、そこで選んでるからそういうことになるのであったりとか、また、まあ、俺なんか恵まれてない、私なんてっていう風な考え方があるから、そこから抜け出せられないんで、もうそこから抜け出してしまえばいい、もう戦っていけばいい。で、それでいいと思います。で、また大学初任給20万ぐらいある方にとって、毎月2万円ぐらいの貯蓄できるでしょ。2万円だったら4年で貯まります。これ貯蓄だから。で、今もう金利つかないんで、もう金利ゼロ、うん、で考えたら100万近く貯まるでしょ。96万か貯まるじゃないですか。うん。うん、それでいいです。4万円できる人は2年でいきます。そうですね。で、またさらにもう実家暮らし8万円ぐらいできますっていう方だったら、これ1年間で貯まっちゃいます。うん、簡単でしょ。うん。で、それだけやればいいだけの話です。で、ここで大事なのは、貯蓄をするために、天引きするってことですね。で、天引きっていうのはどういうことかというと、もう入ったらすぐに引くってことです。で、残ったお金で生活をする。ああ、使う前に引くと。そう、もうこれはね、よく言われてるんですよ。そうですね。うん、これもどこでも聞くと思うんですよ。そう。まず、収入から支出を引いた残りが貯蓄。まあ、いわゆる収入引く支出が貯蓄じゃないんですよ。うん、収入から貯蓄を引いた残りが支出です。っていうことですね。そうですね。これはよくファイナンシャルプランニングでも言われます。うん、はい。もう初歩の初
ないでしょ。まあ、それを現実的に落とし込んだのが QGIS です。ああ。はい。はい。我々がね、クォーターグリッドシステムっていうふうに呼んでますけども、うん、家計は4分割で考えるとうまくいくっていう話ですね。うん、これをやるだけで給与天引きできます、うん。いや、こんなお金じゃ生活できないよって、もういろんな言い訳言ってくるんだけど、その言い訳です。それはね、よく聞きますよ。はい。例えば20万の生活できるということであれば、じゃあ25万になったら5万円貯まるよって、貯まんないです、絶対に。うん、そうなんです。支出が増えるんですよ。はい、そう。20万入ってきて20万で生活してる人は、25万入ってきたら25万の生活をし始めます。で、20万で入ってきた人が15万で生活して5万円貯められてた人は、25万になっても6万以上積み立てできます。6万2500円かな。だから割合なんですよ。なので、まあ、給与の低さの限界はあるとは思うけど、それでも 10% はできると思う。なので、その部分で、給与天引きによる積み立て貯蓄を始めてしまうということですね、うん。で、そのためには家計を整えるっていうことが大事になってくる。その間で家計をするために必要なことっていうのがある。で、その時に必要なことっていうのは固定費を減らしてしまう。はい、で、私たちが言っている固定費っていうのは家賃と保険代だけ。うん。うん、例えば携帯代とかサブスク代とか、これも固定費に考える人いるんだけど、僕らこの固定費として考えてないです。うん、これは彩りの部分があるから、はい、もう別にかけてもいいです、そこは。うん、だけど、家賃に関しては 22% 以内。うん。保険は 3% 以内に抑えてほしい、うん。で、その抑えられることができれば、もう他の部分も全部合わせて、だいたい 25% 貯められるようになってます。うん、もう見ててだいたいそう。まあ 25% いかなくても 20% はできるよ。ああ、うん。なので、もうそれさえできれば100万円は簡単に超えられるので。うん。まあ、やるかやらないか。そうです。やるかやらないかです。もうここは簡単に超えていってほしい。その100万円が貯まっていくと、自分自身の中でいろんな変化が生まれてくるよ。それを味わってくださいねっていうような動画も出してますんで、はい、まあそちらの方もぜひね、見ていただければなというふうに思います、はい。で、2番目ですね。500万。まあ500万って言ってますけど、300万から500万ぐらいかな。うん、レンジだいたいそのぐらいで貯まらなくなるっていう人がいるんだよね。ほうほう。これね、結構ね、自分自身もそうそうそうっていう人いると思うんですよ。うん、この方たちが貯まらない理由って何かっていうと、耐久消費財にお金使っちゃうのね。車とか。はい。その原因はそれです。はい。はい、車とか、うん、例えば最近趣味でもさ、自転車が趣味とかさ、あるじゃん。でも自転車ってすごい高いんだね、今のね。100万以上するやつありますね。あ、うん、ものすごくこうね、ヘルメットもなんかすごい速そうなヘルメットつけてね。優先系のやつね。で、車運転しててもさ、すごい坂道さ、もうすごい一生懸命漕いでる人いらっしゃるから、いや、すごいなっていうふうに思って、もう僕は絶対しないけど、自転車が趣味とか、まあ、そういうようなものとか、うん、まあ、例えば趣味にもお金かけるもの、かかるものもあるじゃないですか。うん、で、ここで大事なのは、かかるお金と、かけるお金。これ日本語で一文字しか違わないけど、すごく大事な視点です、うん。うん。例えば車であるならば、車でも何でもいいってわけじゃないとは思うんですけど、4人乗れればいいとか、5人乗れればいいとかですね、荷物が乗れればいいとかっていうふうに考えると、別にその中でも、まあ言うて200万で買える車もあれば、500万かかる車もあるし、うん、まあなんならね、数百万、数千万っていう。ありますね。ね、ありますよね。どうしてもフェラーリじゃダメとかね。っていうのはね、ありますね。で、これは自分自身の叶えたい条件っていうものを選んだときに、それが最低限必要なお金と、それ以上にかけるお金、うん、余裕なお金っていうのがあって、うん、まあそこで天秤がかかってない時はありますね。ああ、そういうことですね。うん。はいはい。さらに言うと、自分自身で扱える金額がもうそこまで。っていうものがあるんですよ。それはね、長期的な視点で比較するっていうふうに言ったけど、うん、まあこれは長期的な視点っていうのは人生そのものです。はいはい、人生の中でかかるそのお金っていうのがあって、うん、この時までにいくら必要っていうのがあるじゃない。うん、例えばお子さんを産んでいる方であれば、うん、大学入学時点でかかるお金ってもう大体決まってるんですよ。まあ7、800万とか。まあそれが最低ですね。うん。うん、最低っていうか、私学、文系で言うなれば、4年間でかかるお金っていうのが大体700万だし、それから下宿とかになってくると1000万超えてくるし、そうですね、っていうようなお話になってきます。まあ約1000万です。で、そうすると足りてないじゃん。もうすでに500万では1000万のお金に足りてないじゃん。足りてないんだけど、それをイメージできてないんですよ。自分自身でそこの支出があるっていうことが分かってないんです。あ、未来にそのでかい支出があるっていうことですね。うん、はい。で、なったら老後が不安だっていうふうに言っていても、不安だでお金に落とし込んでないから、あ、また計画に落とし込んでないので、そこにいくらかかるかなんて考えてないんですよ。うんうん。うん、不安だ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 で終わっちゃう。で、その不安としている状態で話してるから結局目の前に来た時の判断にそれは頭の中に浮かんでこないということですね、うん、浮かんでこないということはもうないのと一緒です、うんうん、なのに不安だって言ってますね。おかしな話だよね、まあ、ずっと不安は拭えないでしょうね。それだとそうだよ。で、不安であることがなんか心地よいみたいな感じになってる、僕から見るとね。それは
なかなか謎の状態ですけど。そうだよね、うんうん。で、その状態から出したくないっていうふうに思ってるとしか思えない。ああ、なるほど。はいはいはい。それを見つめてしまえば、ちゃんとわかるのに、うんうんうん、数字でね、少なくとも経済的合理的な判断っていうのはできるのに、うん、で、それもしてない、うん。ただ単に不安だって言ってることが楽しんでるとしか思えないじゃん。僕から見るとそう思います。ね、それはまあ半分冗談だけど、うん、だけどそういう視点で見ることができれば、500万の壁とか300万の金ってスッて超えられるっていうことですね。はいはい。うん、だからまあ将来かかるお金の方がもっとかかるお金っていうのがあるのに、うん、まあそこを超えられないっていうことはそれを見ていない。うん、またそれの準備ができていない。うん、まあまたその、これ今500万あるよ。じゃあこれ500万って300万使ったらまた200万になっちゃうじゃん。うん、でそうすると200万が働くお金っていうのは大したことなくなっちゃうわけですよ。うんうんうん、でまあ500万が例えば資産運用とかっていう話になってくるとまた増えていく。これはちょっと後で話するけど、そのパワーっていうのを感じることができるようになるとさらに先に進んでいくことができるようになる、うんうん、だけどもここで大事な視点っていうのは投資ができているかできてないかっていうよりも長期的にもっとお金がかかるっていうことが見えてない、まあもしくは自分自身の中でその人生の中でこんぐらいしかかかるお金がないっていうふうに思ってるともうそこでボンってまた使っちゃうっていうことになるんだね。例えばお子さんがいらっしゃらない独身の生活だ。でまあ500万ぐらい貯まったとするじゃないですか、うん、もう悠々自適よね、自分自身一人だから。う、ね、うん、うん、で車買っちゃえ。そうですね、まああるあるですね。だもう対空消費財とかそういう趣味とか例えば余暇とかにお金パンと使っちゃうんですよ、うんうんうん、でまたお金が減ってしまう。でそうすると500万を超えないでまた500万ぐらいになったらまた300万、500万になったら200万、でそっから超えられない、うん、超えられない、超えられない、はいはいはい、うん、これがずっと続いてるから結局それの2人分だったらまあ大体1000万よね、うん、大体ここら辺で終わっちゃってるんですよ。そういうことね、はい、うん、だからまあ多くの人たちが家計のね調査のところで夫婦2人で1000万を超えられないっていうのは多分ここで止まってるんじゃないかな。なるほどね。まあ車買ったりとか、はい、そういうようなもので止まっちゃった、うん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 、なかなか難しいんですかね、人間としてこれ以上の長い視点で物事を判断するとそもそも難しいのかもしれないですけど。そうですね、例えばねフィデリティとかでですねいろんな調査をした、うん、ことがありますけど、資産額と長期的な視点っていうのはもう比例するんですよ、うん、あなるほど、うん、100万貯まってない人は1年先のこと見てないです。はい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 、はい、うん、で500万貯まってる人っていうのは大体 5,6 年ですかね。うん、はい、で1000万以上貯まってる人っていうのは10年以上の長期的な目線を持っています。ほう、うん、もうこれはもう統計データ出てるので、うん、もう間違いないです。そうでしょうね、はい、だから長期的な目線、できるだけ遠くのものを見ていくっていうことですね。自分自身の人生においてどのぐらい遠くのところを見るか見れるかっていうのはそれは年齢にもよるかもしれないですけど、うん、だけど情報としては入ることができるし、で実際にそういうようなことっていうのは昔はそういうようなことを言ってくれる家族がいたんだよね。うん、確かに。だけど核家族化したりとかそういうようなその年長者の意見っていうものを聞かなくなってきたよね。うん、そういうことでだん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 若い人たちっていうのはもう自分自身が今楽しければいい、また自分自身がこれが大事だっていうふうに思ったらもうそれしか見てないから、うんうん、それと比較することができないよね。ああ比較ね、うん、確かに。でここでは長期的な視点で比較するっていうことだ。ああ本当ですね、うんうん、なのでこの今支出することはかかるお金なのかかけるお金なのかっていうことも比較する必要があるし、さらに言うと自分自身の人生の中でもっとかかるイベントが出てくる。で、そのことも理解していて、それと比べたり。そうだな。結婚するって言ったら、今、人生の中で一回限りね、すごく大切なイベントだよね。うんうん、だけど、かけようと思ったらいくらでもかかんのよ。ああ、そうですね。あなたもかけたね。いや、でも結局、あれかかってないですよ。劇的に下げてますから。あ、そう。実は。僕らなんか100万かかってないからね。あれはかかってないでしょうね。ああただまあその分すごいいろいろ自分でやってたけどね、周さんがね。ああ、そう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 、うん。だけどそれは楽しかったよ。ああ、なんかね、ずーっとこう折ってたよね、髪をね。そう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 。僕自身はすごくあったのは、結局、招待したじゃないですか。うんうん、で、招待した方たち、うん、みんな、今までの結婚式が一番楽しかった。ああ、それはね、僕も言った。うん、一番良かった。で、あなた、僕らの結婚式に来てから、お酒飲めるようになったもんね、うん。そうそう、あそこで初めてワイン飲めるようになったからね。で、それまでだったら、もうこの人ね、ビール半分ぐらい飲んだったけど、もう真っ赤になってたんだけど。そうそう、眠たい。寝てたからね、うん、でもね、あなたが美味しい酒飲んでないからだと、うん、あの美味しい酒には2つあると、もう本当にうまい酒を飲むと、あと本当にうまい相手と飲むと、うん、この2つですよね。そう、そのどっちも揃ったから、うん、とても美味しかった、そのワインが。そうそうそう、ブルゴーニュがあってね。でまあそういうような体験にもつながるわけですよ、うん、まあだけどね、それとお金かけりゃいいってもんじゃない。お金かけなくたって楽しく過ごすことはできるし、まあそういった視点で考えると費用対効果を考えるっていうこともできると思うんだよね。まあそれはまた3番目にもつながっていくんだけども、はい、まずそういうようなことの比較ができるようになってくると、お金をかけなくてもどんなことができるかっていうのも考えることができるんだよね。じゃあ3つ目の話をしていきますけど、3つ目は投資の回収を考えるってことだね。これは費用対効果ですよ。ああなるほど、うん、そういうことですね。この1000万を超えられないっていう方た
いらっしゃるんだけど、これでよくある壁としては、これはマイホームだね。ほー、うん。マイホームを買った瞬間も1000万超えられないっていうのが大体そうだね。ほーほーほー、うん、まあ、超えられなさそうな雰囲気は漂ってきますけどね。まあそうだね。まあ頭金で使ったりとかもすることはあるんだろうけども、うん、まあそれ以外に、僕らもね、マイホームっていう取得は反対してたりするんですけど、これ正確に言うと、若年層でのマイホームを取得することを僕は推奨してない。そうですね。うん、例えば20代とか、うん、30代前半とか、結局家庭のライフイベントがこの先変わるかもしれないのに、うん、それで固定をしていいのかっていうのね。家族の構成ニーズが増えたり減ったりする。まあそうだね。はい、まあお子さんが生まれて、うん、だけどお子さん生まれたとしても、大学で下宿するんだったら18歳で、うん、下宿しなかったとしても22歳で巣立っていくわけだよね。うん、そうですね。だから20年ですよ、うん。子供が2人生まれたとすると、家庭は2人から3人、3人から4人になって、うん、で、大体20年後にはまた2人に戻るのよ。はい、じゃあ2人の世帯で、例えば 3LDK をやったとして、じゃあ2人で 3LDK いる？まあ、いらないですね。うん、まあ、うちの実家、前の実家ね、もう一軒家でしたけど、うん、2階全部使ってませんでしたから。そうだよね。はい、もったいないよね、うん。だったらそれ売ってさ、で、また新しく買い戻せばいいけど、そんな選択できる？これがなかなか難しい。そうだよね。うん、家族のね、まあ、思い出とか、うん、まあ、そういうようなものもあったりするんでしょうけども、まあ、それがすごく大事だっていうんだったら、それに費用かけたらいいけど、それも結局回収なんですよ。うん、 うん、うんうん、そういうマイホームを手に入れるっていうことにかかるお金と、じゃあそれを回収できているかっていうことなのね。だいたいマイホームを購入されるきっかけとなるのは、自分自身の家賃が、まあ、大きくなってくるからなんだよ ね。金額として、まず一人世帯ということだったら、そんなに高い金額じゃないじゃないですか。うん、だけども、まあ、その金額がだいたいその平米数で大きくなっていくと、その分だけ大きくなっていきます。でも、結局10万円の家賃を払っているというふうにしたとしてもですね、平米数って言ったら、まあ、たかが知れてるんですよ。うんうん、まあ、だいたい半分ぐらいになるって、もう、だいたいそれよりも、まあ、多くの平米数になってるから、かかってる金額自体は低くなってるはずなのに、うんうん、だけども、金額として10万円っていうすごい金額になって、まあ、2桁台になってくるよね。うんうん、まあ、1万円単位で言ったら2桁台になってくるので、なんか、すげえ高いなっていう感じになるんですよ。うんうん、しかも今、金利が安いっていう日本でおいては、10万円の支払いであれば、例えば、2、3000万、平気で借りれちゃうのね。借りますね。うん、はい、もっと借りれると思います。はい。はい、で、そうすると、買えちゃうんだわ。結構いい家になりますからね。グレードはかなり上がりますから。うん、なんだけど、うん、じゃあ、それ以外にかかるお金ってあるはずじゃん。うん、例えば、家がグレードが上がれば、当然家計にも反映するんだよ。例えば、光熱費が上がったり、うん、まあ今もすごい上がってるよね。こんだけの部屋であれば、食費にもかかったりとか、うんうんうん、まあ、お友達を呼んだりとか、はいはいはい、あ、そうすると、やっぱ家計には響いてくるよね。うんうん、で、その分だけお金使っていく形になるのね。なので、家賃が増えると、それは固定費に反映されて、その固定費が増えると、その分だけの支出が増えていくんよ。変動費も増えていくと。そう。だから、例えば、家計がある中で、そのマイホームにかかるお金っていうのは、ローンの支払いだけじゃなくって、維持費もかかるし、うん、修繕費もかかってくるね。そうね。で、維持費っていうのは、固定資産税とか、都市計画税。最初のね、数年間は安いですけど、それ以降になると高くなっていくし、うんうん、また、住宅ローン減税っていうのが、まあ、10年とか13年とかありますけど、それが超えたらまた高くなるし、うん、っていうふうに、どんどん上がっていくわけね。うんうんうん、さらに言うと、例えばトイレが壊れたっつったら大家さんが直してくれるし、うん、はい、エアコンが壊れたっつったら大家さんが直してくれるし、ね、屋根が壊れたっつったら大家さんが直してくれるし、そうですね、外壁鋼筋が剥がれたとかいうんだったら、うん、まあ、それを直してくれる、これ全部大家さんがやってます、うんうん、自分自身の家だし、その家のことについて詳しいから、当然それを長持ちさせるように手入れをしていきま す、 そうです、ね、だけどマイホームのことについて全く興味がない人っていうのは、もう屋根の修理なんて多分やったことがない、でそれで30年とか20年超えているっていうような人っていっぱいいるんですよ、うん、でもスレート武器だったらもう10年に1回やらないと、下手すれば侵食してくるし、下手すれば雨漏りっていう状態にもなるからね。普通になるんじゃないですか、はい、それは。そうなってくると家は腐ってくるし、うん、で内部のね躯体にも入ってくるので、うん、まあそういったものの一切やってないっていう人もいらっしゃる、うんうん、でそうするとね、やっぱ朽ちていきますよ。そうですね、マイホームって、うん、そこをかけるとするならば、当然その100万円200万円単位でお金がかかってくる。でそういうようなものを足していこうとすると、結構な金額になってくるね、うんうんうん、でそれを毎月単位まで落としていったとしても、うん、でそうすると例えば家計の中で 30% を占めるとすると、変動費だって 30% になるし、はい、僕らが言っている QGS で言うなれば、変動費なんてまた 30% になってくるし、でそうすると、自己投資だって大体 30% になってくるよ。30、30、30、90ですね。でそうすると毎月積み立てられる金額っていうのは 10% まで下がっちゃう。なるほど。でそうするとこの1000万っていうものがたまらなくて、うん、で結局 10% 貯めていても家の改築とか、また何かが壊れたとかで、もう平気でお金がかかっていくし、はいはいはい、で車を購入するというふうになれば、はい、まあ、その分だけまたかかってくると。なるほど。でどん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 貯まなくて、例えば500万を超えてきたけども800万になってまたぐんって下がって、まあ、むしろそれから減ってっちゃうっていうようなことが起こってきたりするんだね。なるほどね。まあ、でもこの日本のねマイホーム神話があるから、はい、なかなかこの罠というかこの壁に引っかかるって言ったらおかしいですけど、悩まされる人は
多そうですけどね。これはね、先進国では持ち家比率っていうのはすごく高い状態なんだけど、うん、まあでもこれから先ですね、先進国の経済に考えてもですね、いろんなシェアリングが増えてるじゃないですか、うんうん、車もシェアリングだし、家もシェアリングだったら、まあこれ賃貸だよね、仕事場もシェアリングね、例えばコワーキングスペースであったりとかいっぱいあるよね。いろんな分野でもう本当にシェアリングが進んでいる、はいはい、でその中で自分自身の持ち家っていうのが必要なのか、そう、所有する以外でその結果を達成できないかっていうことを考えていく、まあそうだよね、そういう思考、ね、そういうようなことも考えられるんじゃないかなというふうには思います、うんうんうん、旧大全の考え方ももちろんそれは素晴らしい考え方なのかもしれないけど、時代が変わってきた時に別の考え方もあるよっていう考え方ももちろんあるし、別に賃貸でいいんですよ。今までも賃貸あったじゃない。あったね、うん、それで考えていった時にも、うん、まあ言ったら、例えば家庭が増えていったら 3LDK、4LDK って増やしてもいいし、でそこからまたシュリンクしていって小さくするっていうこともできるよね。あ、賃貸簡単ですよ、うん、でまあそういうような引っ越しとかそういうようなもので考えていけば、マイホームだったら買ってしまったらもうこのシステムっていうのは30年間とか35年間とか長い期間の間、うん、ずっとそのまんまだけど、例えば賃貸であれば引っ越しをしていけばですね、その時に必要な、そうですね、うん、時々に合った形を選べる、うん、そうですね、うん、その時に自分自身が重視するものを選択されればよろしいのかなというふうに思います。例えば住宅を買うんであれば、住宅ローンの支払いプラスいろんな支出が増えていく、それも全部考えてそれを計算し、住宅を購入すれば当然家賃はいらなくなるので、うんうん、じゃあ家賃との比較雇用ができるよね、うんうんうん、でそういうような回収を考えることができるようになる。僕自身ね、全世界投資っていうので、まあ、投資の仕方についてお話をしているんだけど、その中で僕よく言うのが再現性っていうふうに言ってるんですか、うんうん、そうですね、まあ、それ以外に安定とか安全とかっていうふうに考えたりするよね、うん、投資を考える上でやっぱりこの3つ大事なんですよ、うん、再現性と安定性と安全性っていうのがあって、例えばビットコインとかってやっていくと、これ安全性がないよね。ないですね、うん、まあ安定もしないね、うん、で再現性も少ないよね。ないね全部ないね、うん、なんだけど、例えば安全性っていうのはさ、投資信託とかだったら設定をするときにそのファンドの運用をどういうふうにするかっていうのを決められてるし、それも法律によって決まっているし、創生をするときのね、規約とかそういうようなものもあるし、それを運用していくにあたってですね、それは分別保管っていうのもあるし、さらに言うと投資者保護基金っていうものがあって、まあ基金で守られているっていうものもあるよね、うん、そういった安全性っていうのもあるし、でまあ僕らが推奨している全世界投資っていうのは再現性があるから皆さんに伝えてるのね。だけどこれが例えばトレードであったりとか投資っていうふうに言いながらも、例えば株式投資だけっていうふうになれば、当然それは再現性が毀損している、うん、まあ例えばそのリスクが高くなっているで、そうすると安全性が低くなってしまう、まあ、そういうようなものもあるんだよね。でそうすると安全性をできるだけ高めて再現性も高くして安心してできるようになる、そういうようなものも安定して運用できるようにするっていうふうに考えていこうとすると、なぜそういうふうに考えるかって言ったら回収を考えてるからね、うんうんうん、投資をしたらその分だけ回収をしていく、うん、まあそういう考え方、視点を持っているってことなんだよね、はい、そういうふうに考えていくとお金の使い方っていうのも変わっていって、例えばお金を使うにあたっても1000万を超えていく超えていけないっていうところで、大きな買い物だけじゃなくて小さな買い物もそこに含まれていく、うん、まあ、例えば1000円2000円の支払い、そういったものがもったいないっていうふうに考えたりとかすることがあるんだよね、うん、そういうようなことを積み重ねていくことができると、より資金っていうのは増えていく、うん、じゃあその中で考えるとしたら資金の回収を考えてるのね。例えば自己投資っていうふうに僕らが言っているものであっても、うん、人生の中で不安だからとしてリスキングとかですね、資格を取ったりとか、そういうような方いらっしゃると思うんだけど、資格を取ったらこれは投資ですよねと、自己投資ですよねっていう方いらっしゃるんだけど、それは違うんだよ。自分自身がスキルを身につけたり資格を取ったりしても、それに費やした時間やお金っていうものが回収できてなかったら意味がないのね、うん、それは投資になってない。ただそれは余暇ですわ、うん、趣味でそれを持ってるだけなので、何もそれは投資になってないよね、うん、投資の視点っていうのは、それを投資をしたらちゃんと回収して増えて帰ってくるっていうことを考えている。でそれをちゃんとどういうスキーム、どういうような仕組みで投資の回収ができるかっていうことを考えていく、うん、まあそれができているから投資になるよね。でまあここでその難しい話をしなくてもよくて、投資をするかしないか、投資をした方がいいよっていうことを言いたいわけではなくって、投資だけじゃなくてね、例えば支出でもいいです、それが寄付でもいい、でまあ投資でもいいんだけど、自分自身の財布からお金を出したことによって、それの対価をどういうふうに得られたかっていうものをちゃんと考えているかどうか、うんうん、はいはい、それがすごく大事だっていうことなんですね、うんうん、投資の回収を考えることができていくと、また長期的な視点を持っておくと、費用対効果を考えることができるので、うん、でそうするとトレードオフ、自分自身でかけるお金、かかるお金っていうのも全部考えていって、で家計もちゃんと圧縮できているというようなことが見つかっていって、この3つの習慣がちゃんと揃ってできているようになると、1000万が簡単に超えていきます、うん、で1000万超えていくと1800万を超えていけるだろうと。まあそうだね、うん、例えば毎月2万円の投資をして、でそれが20年間やると、それ元本は480万、これがどれくらいになってるかって言ったら814万なんですよ。でこれ2人でやるってことなんで、はい、まあ、1600万ですよね。ああなるほど、うん、
この1600万だと1800万超えられないよね。うん、そうですね。で、2人だったら3600万あるから。うんうんうん、で、これ、あと10年間運用して、30年間。これだったら20代から始めて、だいたい50代後半ぐらいですかね。ね、じゃあ、まあ30代から始めて、だいたい60代ですよね、うんうんうん。はい。で、なっていくと、これはもう1600万超えちゃうので、うんうんうん、積み立てもできるんだったら、もうなおさら超えちゃう。うん、2万円を30年間運用すると、だいたい1600万になっているし、はい、これ2人で合わせれば1800万平気で超えられる。超えてますね。はい。しかも、新しいNISAは、母家だから、うん。そうですね。そう、この母家なんですよね。はい。母家1800って相当ですからね。そうそうそう。はい、なんで、まあ、言うたら元本で30年間だったら720万なんで、まあ、それをずっと繰り返していくということであれば、元本自体は1800万超えないかもしれないけど、うん、時価は1800万超えちゃう。そうですね。っていうことは、12分であるのかなっていうふうに思いますね。で、そうすると、夫婦で3200万とか、3600万とか、うん、普通にいけちゃう。なので、まあ、今現状、統計データで出てる、夫婦2人の勤労世帯で1000万超えられないっていう壁は、普通に超えちゃう。うん。うん、それは額面なんで、時価で超えていけば、それで皆さんは十分だと思うんだよね。はい。それぐらい新しい新ニーサのパワーって強いんだよ。強いね。それだけすごい大きな枠を用意してもらった。そうそうそう。で、使い切るなんて考えなくていいけど、そこで運用していって、わずかその中で1800万っていうものの3分の1とか、うん、半分とか使うだけで、その金額を超えちゃうような運用益っていうのは上がっていくし、運用資産っていうのは形成できるんだよね。うん、なので、まあ1000万を超えて、1800万を超えて、で、なんならその元本はもっともっと小さいと。で、もうそうすると、それが多分できているのであれば、うん、毎月2万円の積み立てで止まってるなんてことはないよね。まあ増えること分かってますから、うん、まあちょっとそれは人間の欲というか。で、そうすると投資の回収っていうのを考えることができるようになるのかなというふうに思うよね。うんうん、で、まあ、最初はね、積み立て貯蓄の話から進めていって、最終的にまあ投資の回収を考えるっていうところでね、まあ習慣化していきましょうねと。それで回収を考えてみて、実際にまあ数字でね、置き換えてみようとは思うんですけども、うん、僕らがこのチャンネルでお話ししているそのお金の公式っていうのがありますよと。うん、で、お金の公式っていうのは、まず最初に左辺っていうのがあって、その左辺には2つの項があります。はい、まあ1つは収入マイナス支出ですと。で、それ足す資産かける利回りですよと。で、それが翌年増える資産額ですと。じゃあまあその回収を考えて資産額を増えていくっていうものを考えていこうとすると、それが何個かのレベルがあるっていうか、その金額によってね、まあそれぞれ違いがあるのかなっていうふうには思うので、うん、単純に比較をしていきたいなというふうに思うんですけど、例えば資産を毎年1万円増やしたい場合、収入マイナス支出で考えるといくらやればいいのかというと、うん、833円の毎月の積み立てなんですよ。はいはい、つまり833円の支出を抑えるか収入を増やせば毎年1万円増えていくんですよ。うん、で、じゃあこれは資産あたりいくらになるのか、うん、で、僕らは全世界投資、これ全世界投資っていうのは皆さんに再現性のあって安全で安定的に増やすことができる方法論として、まあ多分このぐらいが限度だっていうふうに思ってるよね。うん、それが大体 7% の期待利回りという形ですね。これを長期ベースで考えていくと中央値っていうふうに下がってしまうので、大体 5% 運用ぐらいはできると思うんですけど、まあ大体 5% で運用した場合に、じゃあ年間1万円増やそうと思ったら資産が20万必要だっていうことです。うん、まあどっちが楽かでやればいい。毎年1万円なんてすぐ超えちゃうと思うので、うん、まあさっさと次進みたいと思うんですけど、資産を毎年10万円増やしたいという、これ10年間で100万円増えていくよね。そうですね。まあこのぐらいのスピードです。で、それをしたいと思うのであれば、毎月8333円の積み立てをするか、資産が200万あって 5% の運用するかのどっちかなんですよ。うんうんうん、資産を25万円増やしたいって言った場合は、毎月2万円の積み立てか、資産500万円を 5% の運用するかのどっちかなんですよ。うん、資産を50万毎年増やしたいという方は、4万円の積み立てをするか、資産1000万の 5% 運用するかのどちらかなんですよ。資産を100万増やしたいっていうふうに思えば、毎月の積み立てを8万3333円をするか、資産を2000万で運用していくか、うん、5% 運用するかのどちらかなんですね。うんうん、もうそれしか資産の増やし方はないんですね。もうお金の公式っていうのがもうこれで決まっているので、僕らはこれ難しい言い方をすると、フローで増やすかストックで増やすかのどっちかしかないので、これはもう財務で考えればこの2つの表しかないから、1期超えて2期目3期目っていうふうに、まあ1年2年3年っていうふうに増やしていこうとすると、このどちらかで増やしていく、まあ両方ともやったらいいとは思うんですけど、そのスピードでやっていくという形になるんでね。例えば500万がある人がそれを 5% 運用しながら2万円積み立てしていたら、これ1個上の位になってるってことです。ああ、そういうことですね。倍になってますからね。はい。はいはい。ということは、毎年50万増えていくってことです。うんうんうん、そうですね。で、毎年50万増えているっていう状態で、これ1000万までいったら、うん、で、まあ4万円積み立てできていると、倍の速度で増えていくので、1個位が上がっているんです。ああ、そういうこと。100万円増やしたい時と同じことですね。そう。そういうふうに見ることもできるってことね。うんうん、1万円から10万円はちょっと飛ばしちゃったから、うんうん、あれなんだけど、まあ10万円から25万もちょっと飛ばしてるけど、大体そのイメージとしては、毎年10万円を増やしたい
時っていうのでどちらが楽なのかっていうことでやってもらったらいいと思うんだけども、うん、もしそれが8333円積み立てできている人は、まあ、おそらくほっといても資産は200万になります。そらそうだよね、まあまあまあ、毎年10万円積み立てられるっていうことだったら20年間経てばこれ資産200万になってるし、うん、じゃあこれ毎月積み立て投資だから、うん、増えてますからね。増えてっていうから運用分も増えていく。そうそう、はい、でそうするとそれこそ20年なんてかからないよ、ね、もう10年ぐらいでらい、まあ、行っちゃうんだよね、うん、でその10年間っていうのが長く感じられると思うけど、うん、でもまあ言うて10年よ、まあ、言うて瞬く間ですよ、うんうん、で8333円の積み立てってまあ言うてできるやん、うん、じゃあ2万円から考えようか。で2万円の積み立てって大体できる。今の平均的な積み立て貯蓄額っていうのが大体2万円から4万円ぐらいだというふうに言われているので、うん、下限の2万円だよね。でそうすると2万円の積み立てができるっていうことはこれ1年間やると25万増えているってことだから、これを20年間やると500万増えているってことだよね、うんうん、でこれは投資の力を借りるとその半分ぐらいでできる。でそうすると大体10年ぐらいで500万貯まっちゃうんだ、はい、ほっといても500万貯まるのね。これを投資する力が入ってると2倍になるので、うん、2万円はずっと積み立てを続けられるよね。でそうすると10年後からは50万に位が上がるのよ。まあそういうことですね。でこれ僕の感覚だけど、毎月積み立て金額が毎月2万円できる人はほっといたって500万は貯まります、うん、毎月4万円の貯蓄ができる家庭、またその方は1000万は簡単に超えられます、はい、もう絶対に超えられる。わずか4万でね、うん、超えられる、はい、うん、これはまあ言ったら一生分で考えてっていうことだ、まあそうね、だけど1000万貯まったことがない人もいるんだ世の中には。うん、いっぱい、うんうん、だって平均で800万だから。そうだね、うんうん、すんごい貯蓄してる人たちがかなり平均を引っ張ってますので、本当に低いですかね。もう1000万なんて夢のまた夢っていう人たちがいっぱいいるんだわだけどそれは超えられます、うん、はい、毎月4万円積み立てできているあなたが今ここにいるんであれば、うん、その資産1000万は普通に超えられる力を持っています、はい、毎月8万円積み立てできる人、これも結構ヤンキーなところですけど、だいぶですね、まあ、でも2人世帯で働いて共働きって言ったら8万円ぐらいはできても不思議ではない。で8万円積み立てができる人っていうのは2000万超えられます、うん、で2000万を積み立てができたプラス8万円貯蓄が今も継続できてる、でそれの延長線に行けば、うん、これが毎年200万貯まっていくっていう計算なのよ。そどんどん貯まっていきますよね。それそうだから全然不思議じゃないから、うんうんうん、ぜひやってもらいたい、うん、投資のパワーを感じることができるようになるって、通常自分自身の1ヶ月の給与分を超えるか自分自身の1回のボーナスを超えるかのどっちかです、うん、はい、だいたい500万から1000万ぐらいの範囲になります。そこぐらいまでの資産ができるようになってくると自分自身でうわ投資で増えていくっていう感覚がもういきなり生まれ始める。あ、逆に言うとですよ、そこまでいかないと実感ってなかなか湧かないですね。だからさっさとここまで来て、うん、来れるから。そういうこと、ね、でさっきも言ったように毎月2万円の積み立てができる人っていうのは資産額500万を超えられます。 そうか、そのパワーを持ってます。そうかそうか、はい、そうかそうか、意外と低いね。そう、ここまで来て皆さんに伝えたいこの3つの習慣についてお話をしてきたけど、うん、一番の資産って何ですかってことですね、うん、1000万貯まったこと、1800万のNISA枠が使い切れたこと、そうじゃないんですよ。この3つの習慣ね、天引きによる貯蓄をする、長期的な視点で比較をする、投資の回収を考える、この3つの視点を持って今までしてきたその経験そのものがあなたにとっての資産なんですよ、うん、もうこの経験を持っていてそれが実行できていて習慣化できているっていう方はもうお金の心配なんていりません、うん、はい、もう平気でそれは超えていけるようになるし、それも解決できるような視力もあるし、その力も持っているし、その考え方も持ってる。でそうなってくると何ができるかっていうと今に集中できるってことです、うん、今楽しむ、今家族として何を楽しもうか、今誰と会おうか、で誰と食事を取ろうかっていうようなことに対して注力できるようになるのね。でそうすると今人生が楽しめるようになるので、その延長上で行く自分自身の人生は絶対に楽しい人生なはずなんです、うん、そこに最悪に行ってほしいってことだね。お金の習慣を得ることによって皆さんの人生が変わっていきます。で皆さんの人生の過ごし方が変わっていく。で変わっていくと皆さんの人生そのものが変わっていきます、うん、その人生を過ごしているあなたは絶対に幸せを感じれるはずです。まあお金の力で幸せっていうのは感じることはないかもしれないけど、少なくとも不幸の選択をする必要性はなくなるし、さらに言うと、まあ、豊かさは変えるので、そこで考えると選択することができるようになって自分の選択ね、投資の回収を考えるっていうふうに言ってるけども、それって自分自身の幸せを考えることができれば、その費用対効果なんて無限大だから、うん、だってそうだよね、自分自身が価値を持っていてそれが幸せだと感じるものだっていうのは、これはもう言ったら費用対効果は無限大です、うん、プライスレスですね、はいはい、無限大であるならばあなたの
人生は幸せに過ごせるはず、うん、はい、普通にその習慣としてできるってことですから、うん、もう最高だよね、はい、早くにそこまで生きてほしい、はいはいはい、今回ねちょっと長くお話をしていきましたけど、金額のね、まあ、1800万とか1000万と超えていくようなそういう数字の代償でね目標金額とかそういうようなもの出してきましたけど、あんまりそこは僕はあまり重視していないです、うん、そこに至るまでの経験とかそこに至るまでの体験、そういったもので自分自身の人生が変わっていくっていうことを体感を持ってね感じてほしいというふうに思います、はい、でそうすれば、まあ、おそらく皆さんの人生も幸せな人生が過ごせるでしょうというふうに思います。ぜひ参考になさってみてください、はい、じゃあ最後になりましたけども、マネーセンスカレッジでは日本人全ての方にお勧めできる投資戦略、全世界投資を学べるチーム 7% を運営しています。ご興味のある方は概要欄をご覧ください。この動画が良かったな、ためになったなと思った方はチャンネル登録、高評価、通知音をよろしくお願いします。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。